あれ、結婚式？そう、返事すっかり遅れちゃってさ。正しい書き方はこちら。毎日楽しく常識力を身につける。危ない危ない。今さら人には聞けない大人の常識力トレーニング DS。 いかがでしょうか？いいね。ありがとうございます。正しいマナーはこちら。毎日楽しく常識力を身につける。今さら人には聞けない大人の常識力トレーニング DS。 あ、考える人。この考える人の作者誰か知ってる？ミケランジェロ。あ、正解。意外に物知りだね。意外にって何よ。当然でしょ。正しくはこちら。知ったかぶりにさようなら。ミケランジェロっぽいよね。今さら人には聞けない大人の常識力トレーニング DS。 あー、考える人。これ誰が作ったか知ってる？ミケランジェロ。お、正解。何それ。正しくはこちら。知ったかぶりにさようなら。大人の常識力トレーニング DS。 いやー、本当によく似合ってるよ。嬉しいかい？ん、まさに孫にも衣装だね。え？正しくはこちら。知ったかぶりにさようなら。今さら人には聞けない大人の常識力トレーニング DS。DS で常識力のトレーニング。 DS が栄養バランスを考えた献立を提案。 DS で英語に挑戦。 DS で子犬と暮らす。任天堂 DS。 DS で常識力のトレーニング。 DS で英語に挑戦。 DS がお料理をお手伝い。 DS で子犬と暮らす。任天堂 DS。春ですね。新生活にしゃべる DS お料理ナビ。新入学に英語付け、漢字そのまま DS 楽引き辞典。新社会人に大人の常識力トレーニング DS。 みんなの常識力テレビは、問題を解きながら楽しく常識力を身につけることができます。トレーニングを続けて常識力診断に挑戦。知りたいことは辞典で調べたり、手紙検索することも。 We みんなの常識力テレビ。この問題は、え、なんだこれ。パパ、ママさんの誕生日はいつでしょう？4月16、17、18、19はないな。これだよ。パパひどい。ママさんの誕生日、ぜひ覚えておきましょう。 We みんなの常識力テレビ。何言ってるの。この映像のようなダンスを何というか。見たことない、この動き。なんだろう、ブレイクダンスかな。違うよね。違うんじゃない。わかんない。お、モンキーダンス。モンキーダンスとは、両腕を交互に上下させて踊るダンスです。 We みんなの常識力テレビ。このようにして切ったネギのことを何というか。千切りで切ったネギのことを、白糸ネギ、白波ネギ、白雪ネギ、白髪ネギ、どれだろう。おばあちゃんわかる？白髪ネギ。長ネギを細く千切りにしたものを白髪ネギと言います。 We みんなの常識力テレビ。もうちょっと細く、
釣りに行って魚が一匹も釣れないことをなんというか。わかる？あ、なんか聞いたことあるんだけどな。なんだろうね。魚釣れない時でしょ。わかんない。モヒカン。え、モヒカン？モヒカンなんだ。魚が一匹も釣れないことを坊主と言います。We、みんなの常識力テレビ。全然違うじゃん。そんなわけなかろうに。2006年に新たに追加されたこの地図記号は何を表しているか。みんなの常識力テレビ。漢字の書体の一つで最も崩した書き方と言われるこの書体を何と呼ぶか。みんなの常識力テレビ。ラインストーン、模造ダイヤモンドやビーズ、ラミネートシールなどで飾り付けた携帯電話を何というか。みんなの常識力テレビ。今度の PTA の副会長、私鈴木さん推薦したいんだけど、どう？あ、いいんじゃない？適任よね。ちょっと待って、私には副会長なんて役不足だから。役不足とは、割り当てられた役目が軽すぎ満足できないという意味です。役に立つ常識、楽しい常識。言っちゃったな。ウィー、みんなの常識力テレビ。うわ、美味しかった。ありがとうございます。あ、結構食べちゃったね。あれ、最後のこの水菓子って確かまだ来てないよな。すいません、水菓子丸なんだけど。どうしたんだろう。日本料理では果物のことを水菓子と言います。役に立つ常識、楽しい常識。これまだなんだけどね。 We、 みんなの常識力テレビ。お母さん。はい。お祝いの時の副菜ってどうやって包むんだっけ。ちょっと貸して。最初にここでしょ。右から。どうだったっけ。 We、 みんなの常識力テレビで検索してみましょう。結婚式に関する常識が18件見つかりました。知りたい項目を選択すると詳しい解説を見ることができます。役に立つ常識、楽しい常識。完璧だね。ウィー、みんなの常識力テレビ。